きく使って、これは打たざるを得ないですね。はい、もうすぐシンクロで入ってくると、はい、シンクロですぐってきます。ただマッキー伸ばしやすいつも来ています。伸ばしやすいが同時消しでかなり2連短縮されて、はい、3ショット。いや今の紫発火か。いやでも今の難しいですね、判断ね。間に合いそうにも見ましたね。間に合いそうに見えました。なのでその大調理直後、はい、折り返す、はい、あの右にシュートするじゃないですか、うん、はい、マッキー上方向なんですよね、はい、ちょっとそこでなるほど差が出ると。ただモモケンは今回きっちり対応しきっていますね。はい、はい、あ5連鎖ギー、あーあーよけた。これは典型ですね。なんとか2列目に振るか振らないか、振るか振るか振らないか、はい、3分の1でしたね。3分の1回避していく。さあマキはまあ前傾し取ろうとしてミスりましたが、まあ、いずれにせよこの分量だときつい、厳しいですかね。はい、進めるとその積もれなくて即死するリスクがあったので、たマッキーが今中盤の対応手を構えた瞬間に本線合わせに行きましたね、うん、来ましたね。はい、さすがにマッキーといえどもこの盤面のまま戦いたくはない。マッキーあとこの黄色の L 字フタッカー、はい、いやー赤を挟んで上から青緑ハッカー、青緑ハッカー、青緑ハッカー、青緑ハッカー。最後積もっていたが、いやすごいこの高度な駆け引き。はい、これはもうとてもじゃないけど等速だと解説しきれません、はい、さあここで全消し、まさかマッキーの方は土台をあまり段差を作らずにいく。さあこれは判断が難しい。単発ダブルにミラも合わせているが、さらにモモケンも合わせている。ちょっとこれは痛いぞ痛いぞ、この一段が痛すぎる。はい、いやでもモモケンすごかったですよ。今左から4連鎖と、はい、2連鎖、まあ、いくつかタクを持っていて結果的に、まあ、2連鎖が2連鎖を3連鎖、3連鎖、この3連鎖見えなかった。早すぎる、ここで3度マルチ。しかしあ間に合わない、3ダブ持ってきたが3ダブ対応が起動せず、マッキーの追撃が早すぎた。